はい、おはようございます。トティのたけし農場です。戸祭り農場さんでね、もらってきた、かぼちゃの苗です。今一瞬あの固有名詞が出てこなかった。危ない危ない。で、鉢で3個なんで3本かなと思ったんですが、これとこれは2本植わってます。ですから全部で5本あります。こんなにどうしようかっていう感じなんですけどね。まあせっかくもらってきたんでね、場所があれば植えたいと思います。でこれが一番元気かな。ちょっと あと、これが仕様が黄色くなっちゃってるし、これはもう完全に枯れちゃってるしね、これが一番元気かなと思うんですけどね。まあ状態のいいものからね、順番に植えてみようかなと思ってます。ただね、まだ関東地方は、4月いっぱいくらいはね、伴走の恐れありますし、一昨年ですね、は4月27日にね、ちょっとまあ0度までは下がらなかったんですが、4度くらいまで下がってね、だいぶジャガイモがやられましたんでね。まあこういう植え物は基本たけし農場では5月のゴールデンウィーク終わってからというふうにしてます。あえてまあね、それよりも先に植えるのはニラとかね、そういうものはね、寒さに強いんで、株のまま越冬できますんでね、そういう野菜は、まああまり伴走の心配必要ないんですけど、こういう1年生の作物で、実がなるものについては、やはり霜は当てない方がいいよね。でしかもね、こういう苗って基本ビニールハウスでね作ってますんで、日中の温度が25度とか30度、で、夜温でももう10度割るなんてことはほぼほぼないんでね、そういう暖かい環境で育ってますんで、それをいきなりね、露地に出しちゃいますとかなりダメージが大きいんでね、ある程度温度に慣らしてから、植えるというのも一つの手なのかなと思います。まあこの辺の動画についてはね、また後ほど単独でね、作らせていただきます。はい、そういうことでね、先日戸祭り農場さん、4月16日にね、戸祭り農場さんの方にね、稲の種まきを手伝いに行った時にもらってきたかぼちゃの苗の様子でした。5月上旬にはね、植えたいと思ってます。以上です。